ラグビーワールドカップの開催まであと2ヶ月となった7月、大分豊富中学校でワールドカップにまつわる授業が行われました。生徒たちが書こうとしているのは大分の魅力を綴ったカード。大分へ観戦に来られた方に配布するものです。どんなことを大分の魅力を伝えたいかというのをペアで考えてみましょう。何か魅力は思いつきましたか？はい、何温泉とか魚とかがいいかな。はい、ペアで相談しながら英語の文面を考えます。英語の読み書きを習い始めたばかりの1年生、思いを伝えようと皆一生懸命です。コマンいらない。ぜひ大分の温泉に入ってくださいみたいな感じのを、なんて英語で言えばいいかっていうのを言いました。文章が決まったらいよいよ清書です。カードが華やかになるよう文字やイラストを工夫します。